その人が自分のこのキーワードですね、何が好きだとか何を学んでいきたいとかっていうのをあぶり出して、ある程度決まったら検索してみてください。競合、ライバル、リサーチですね。先ほどみたいに話し合っていただいても構いませんので、協力していただいてね、これいいと思うんだけどみたいなやっていただくと、よりね自分の意見以外にも入ってくると結構いいのが浮かんだりします。Michael Jacksonいいですよ。テンション上がりますね。なので、ジムでトレーニングしてるときとプログラムの時よくこれね聞きます。日本語の曲は良くないです。日本語が入ってきちゃうから文章に影響出ます。なんでこういう英語系洋楽がいいです。洋楽だとね、わけわかんないじゃないですか。ちょうどいいんですよ。日本語聞いちゃうとね、単語がいっぱい入ってきちゃうから、わけわかんなくなってきちゃうんで、邪魔になっちゃうんですね。 이미지로 그려진 그러다 이미지로 무엇보다 나가고 가만히 보러これ大学の卒業論文で全部渡すんだよ。でもだって何でもいいんだもんね。先生がもうなんか頭欲しい人だと思って、もうそろそろねじゃあ見られて静かに卒業。だって俺と話してもなんかもうなんか風俗師みたいな卒業だと。これ面白いね。すぐ興味示しちゃう先生。それ見ていっちゃうみたいな。ファンにしてる。ちょっと。そしたら結構クレイジーなことが増えて。の感情をやりたい人に向けて書きますから、まあ、そういうターゲットのイメージでやってほしいですね。20代とかつけたらいいですし、東京とかつけるとより絞れますし、あとは東京でも特に渋谷とかによく行ったりとか、渋谷でよく開催するんであれば、渋谷で、よくやっているとかね、そういうのを書いたりとか、これいくらでも長くしていいんですよね。渋谷のカフェとか、渋谷のカフェによくいる猫好きの20代 OL 猫好きのそういうとかね、そういうのがいい。そうするとまさに私だっていう人が来ます。でも猫好きでのブログって書いちゃうと猫好きのブログいっぱいあるんで、同じになっちゃいます、他の人と。そうすると誰も来ないんで、もっと有名人、芸能人の猫好きの人いっぱいいるじゃないですか。そういう人は絶対勝てないんですよ。向こうの方が面白いですし、ルックス良かったりとか、そもそも知名度があったりするので、だったらそうしますね。あと猫でいうと、ペットショップの方とかがやってるブログとかあるんで、めちゃくちゃ猫が売ってるじゃないですか、いろんな種類とか。彼らには勝てないですよ。だから勝つにはどうしたらいいのかって考えたら、絞っていくしかないです。事業者さんで有効なのが、地名、まあ、地域ですね、地域を、まあ、ちょっと息がまだちょっと不意にやってる地域、あれですね、あと年齢、あとは現状仲いい方によく言われることとか、あとはそのもうすでにカフェ会をやっていて集客できた人の本当の声を応援してみたりとか、よく気が合う人、例えば初めて会った人で結構共通点がよくある。